はい、どうも皆さんこんにちは。今回もテック紹介やっていきたいと思います。まだね、チャンネル登録がお済みではその方法の方、ぜひチャンネル登録のポチをよろしくお願いします。それでは行きましょう。だって今回のねデッキはですね、こちらでございますね。ちょっと待ってくださいね。デッキ名、城之内克也アイズスピリッツ、こちらでございます。ですね、新実装されたこちらにですね、このね竜のせんべい、せんべいくんですね、せんべいくん使ってきます。スキルはですね、ラストキャンブル、これですね、ミネタスラストキャンブル、5ターン目以降の自分のメインフェーズにライフポイント100に自害して、自害という自傷か、で手札2枚捨ててサイコロの目振って、ライスで6出して6枚ドローしていくと、まあ、そういうスキルですよ。で、なんだ、このね、せんべいが、まあ強いか弱いかを置いといて面白い。手札からドラゴンとかモンスターで墓地に送って、攻撃力が300ポイント、アップしますよっていう効果と、あと、このフィールド上のこのカードが効果で墓地に送られたときに、自分または相手の墓地のドラゴン族の通常モンスター一体を特殊召喚できますよという効果がついてます。まあ、二つ目はね、突撃指令とか、あとはお家を取り潰しとか、まあ、あたりでね、あと荒野のおたずまきとか、あの辺で、破壊されたりとかしたときに使えますけど、そんなにね、主には使わない。基本的にはこのマルチのね、フィールド、手札からドラゴン族モンスター一体墓地に送りますよという、それと攻撃力上がりますよという効果を使ってきますね。で、何を捨てていくかと、もちろんやっぱり、城之内克也アイズ、ブラックドラゴンでしょ。これはもう、これを捨てていくと。で、捨てたら、レッドアイズスピリッツで蘇生ですよ。もう基本的にはこの流れ。で、仕事すんのが結構あって、これですね、ライジングエナジー。こいつがまあ仕事します。手札1枚捨てて、フィールドの表側表示モンスター1枚を、選択し、そのモンスターの攻撃力をターン終了時まで1500アップすると、めっちゃ使えます、こいつ。手札捨てますから、レッドアイスとかも捨てられますし、で、さらに下級モンスターも、守れると、この辺とかね。それがね、めっちゃ強い。なんで入れてます。あとは、カンパですね。これ、カンパもガン積み、3枚、ぶち込んでおります。で、スタンピングラッシュも2枚入ってる。で、レッドアイス3枚を出すために、一応、黒竜のひな。これ3枚入れてます。一応ね、ミンゲとかでも、まあ、ありっちゃありなんですけど、やっぱね、コックリのヒデの方が機動力が結構あるかなと思って、僕はこっちを入れてますね。で、あとはミラージュ。相手の、バトルフェッチ中のトラップカードを封じると。まあ、そんな感じですね。とりあえずですね、これね、めっちゃかっこいいんですよ。なんかね、なんかかっこいい。動きがなんかかっこいい。ちょっと強いかどうか置いといて、なんかかっこいいです。とりあえずね、それをね、見せていければいいかなと思いますので、早速、デュエル、やっていきましょう。どうぞ。お相手の方、カイバーセタさんです。よろしくお願いします。デュエルさんボーイ。こいつマジで、本当毎回ボンコツボンコツうるさいんで、制裁加えていきたいと思います。はい。ってことはまあまあやべえけど。ってことはまあまあやべえけど、これ耐えるしかねえだろ。やべえけど。こういうことありますからね。これね、城之内克也アイズスピリッツデッキをですね、事故るのこれ、覚悟でやっていかないとね、これ話にならないですから。なるほど。向こうもドラゴンデッキだな、これ。はい。通っていく。で、オルターンだ。ドローだ。ナイス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 。で、ヒナ行くでしょ。で、ヒナからのスタンピング。ヒナからのスタンピングラッシュ。で、これで破壊していく。いけ。破壊できるか。ナイスナイスナイス、金幕ナイス。で、ヒナ効果発動。で、城之内克也アイズブラックドラゴン出す。おー、かっこいいぞ。かっこいいぞ、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 かっこいいぞ。で、ライジングエナジーセット、ちょっと待ってくれ。カンパセット、で、まあ、一応ライジングをセットするか。で、これでバトルだな。で、どう？どうか？よし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 、いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、ターンズだ。ナイス、ナイス、ナイス。いいんじゃないか？なかなか。で、まあ、何かしてきたらカンパと。あ、まあ、ドルトラはまあ、復活するよね。ですよね。あ、攻撃表示。なかなかあれだな。攻撃的だ。攻撃的だな。からの？あー、スタンピングラッシュ。どっち？どっち、あ、そっち、そっちならいっか、そっちならオッケー、とりあえず。で、ってことだから、あー、さらにサビングシュール、ちょ、うっとしいな。そしたらそれはさすがにカンパだな。で、これ以上ダメージは500削られなくて済むけども、これなんかこれフォースとか普通に
あーオッケー、守備表示オッケー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 、守ってる守ってる、あいつ守ってるぞ、あいつ守ってるぞ、ナイスナイス、ドローだ、レッドアイズ、うん、何も知らない、バトルだね。でこれでここはどちらだ、これは裏か表か、裏だな、あゼロドラ、ナイス、オッケー、ターンエンド。いやただなかなかこれ普通にエネコンとかされたらおしまいだし、これなかなかつれえが、あーセットしていく、あーオッケ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 ー、ギリギリナイスナイスナイス、でドロー、これはもう行くしかないでしょ、スキル発動でしょ、ラスギャンで捨てれ捨てれ、たぶんロク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 ロで、せんべい効果発動して、で、まぁ、一応、もうちょいセットしてからなんかやられた時のために。で、バトル、まぁ、せんべいでまずグラシミ殴る。はい、ミンゲ、なるほど。で、これ殴る、オッケー。で、ターンエンド、ミンゲか。ってことは、これ、上級出てくる可能性あるな。ミンゲで効果出てきて、で、スピリッツ、ははは、かっこいい。マジかっこいい、やばい。ちょっとかっこいい、これやばいな、これ。惚れられるんじゃないか、これ。これ視聴者の女の人これ全員ホロヤルマだって、これかっこいい、これで、ミンゲドラゴンの効果発動して、はい、で、なんかこれあれでしょ、で、なんかダッシュでしょ、これダッシュくんだろ、ダッシュくんだろダッシュくんだろ、やってるぞやってるぞ、あ、やってきた、はい、カンパかっこいい、ちょっと待って、ちょっとかっこよすぎる、やばい、ドロー、それは竜の先兵で効果発動して、でさらに捨てていく、強い、これは強い、でレッドスペースでもう一度セットしてる、バトルだ、いけ、いくぞ、ダークメガフレア、よしかっこいい、マジでこれマジで女性リスナー全員からこれ惚れられたんじゃないか、これいるのか知らんけど、はい、お相手の方あれですね、元、全米1位、よろしくお願いします、トゥルソンバイ。ちょっと、これ手札やばすぎだろ、マジで、ターンエンド。マジでね、今度はあるあるですからね。これね、あのね、城之内勝也アイズスピリッツデッキは、これね、マジでこれあるあるです。これマジでやばい。ちょっと本当に、やばいな、これ。手も足も出ないってか、俺だけどな。手も足も出ないのは俺だけどな。なるほど。で、融合賢者していく。で、カードセットしていく。そして、あ、なんか珍しいな、これ。ナチュラルボンサルス、こんな珍しいですね、これね。なるほど。で、ここで、ドロー。はいはい。なるほどね。これはきついな。で、ライジングエナジーセットする。で、まあ、スピリッツセットする。で、カンパムは一応セットするけども。で、ターンエンドですね、これ。マジでやることねえわ、これ。これ、あるあるですから。これ、あるあるならしょうがない、これは。でモンスターサイド、あーナイス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 、あ、それはちょっとデュアル召喚はこれいいですよ、これもう一体出てこないから、これはこれバトル、あ、殴ってくるんだ、へえ、まあ、僕だったらちょっとね怖くて殴れないですけどね、一体しかないと、なるほど、で僕のターンですね、ドローですね、あ、これはいいですよ、そしたらですね好きなどうしましょう、ラストギャンブル、ラストギャンブル今日でスピリッツと捨ててロケーマジか、マジ、ちょ、マジっすか、これでレッドアイスプリンスいきます、でレッドアイズブラックドラゴンを創生だ、いけ、攻撃表示で墓地から特殊召喚、よし、かっこいいぞ、今のところかっこいいぞ、であ、エネミーコントローラー、なるほどね、エネミーコントローラーで奪ってくる、奪ってきちゃいます、リリースしていく、リリースしていくのは王者の、はい、カンパちょっとマジめっちゃかっこよくないこれ、でカンパセットで、ここはまあとどめさしに行くから、まあ竜のせんべいをせんべいくんをせんべいくんせんべいの効果とで、まあミラージュ1枚捨てる、でもう一回、せんべいの効果発動する、でせんべい捨てる、でここはでカンパでしょ、
で、ライチングエナジーか。どうなんでしょう。もう一枚ライチングセットしようか。で、バトル。で、センベイでダイレクトアタック。オッケー、通る。ナイス。そして、行く。ドーク。メガフレア。くおらやっぱね、結局ね、ダイスで6出したやつが勝つんですよ。それがね、遊戯王です。ありがとうございました。はい、お相手の方はですね、あ、お相手の方は城之内和也さんじゃないですか。よろしくお願いします。デル先輩。いや、まあ結構これミラーマッチとかあったら結構面白いんだけどな。あ、まあ、テクダはまあまあ。テクダはまあまあ。で、まあ私のドローフェイズ。私のドローフェイズは、これ難しいですけども、まあ、ライジングライジをセットしまして、で、まあ、せんべいを紹介しましょう。で、まあ、ターンエンドですね、これ。ライジングエナジーありますから、まあ、一応、まあ、これ、限り突破されても大丈夫そうな気がする。で、ここは、ライジングエナジー、あー、なるほどね、セット、あ、ジュコン。ジュコンか。あー、なるほどね、どういうデッキだ？ジュコンめんどくせえな。はい、なるほど。これはアドバンス召喚で、これ、アレススじゃないけども、アレットスペース来る。まあ、じゃあまあ、一応、これ、どうしよう。せんべい、難しいな。せんべい行こうか。せんべい行って、で、バトルしていこうか。行った普通に。あー、召喚師。なるほど。あー、召喚師ってことは、召喚師からの、あー、グレファー。これはですね、これデザツイですね。これでデザツイです。これデザツイスター。多分ね、これラスギャンデザツイだと思うよ、これ。めんどくせえな。それはめんどくせえな、これ。まあ、どうせ多分そのうち、荒野からの嵐やってくるでしょ。おそらく。で、モンスターセット。まあ、これも多分ね、召喚シャタなんだよな、多分。で、ドローしていく。で、レッドアイズ来る。あ、それはいいよ。ライチングエナジー。あ、スピリッツセットしてもよかったけども。まあ、ラスギャン行くしかないですよね。とりあえず。あ、でもな、ちょっと待ってくれ。ジュコン外して普通にアドバンスしようかっていうのもあるな。それありだな。これ召喚しよう、普通にアドバンスしようか。で、これと、これをアドバンス召喚して、普通にシンプルに。でシンプルアドバンス召喚 C の、で、ここはどうなんでしょう。レッドアイズスピリッツセットしとこうかな。難しいな。これ難しいな。バトルだな。で、これで殴る。当てとくしない。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。いいよ。でただ、これ風属性今2体いったから、これラスギャンされると結構きついな。これでラスギャンされるときついが、ギャンブル対決だ、ギャンブル対決。ギャンブル対決だ。おー、ラストギャンブル来る。で、多分ね、そうですね、地属性、地属性捨てていく。で、マジでやめて。ゴーはきついってーゴーはきついってー、マジで。ちょっとね、ゴーは嵐、はい。それはもう仕方ないな、これ。で、それやられる。で、まあ、荒野でやられていく。きつい、きついなー。きつい、きついぞ。で、で、召喚師、テントウムシ、グレファーね、はい、除外して、で、デザツイ出てくる、はい、でしょうね、で、からの、で、これが、あ、セットなんだ、へぇ、ワンキルできるのよ、これね、多分、はい、で、ダルスアタック、なんかセットが、まあ、テントウムシなのかな、これでドローしますね、で、スピリッツ、もうこれ行くしかないでしょ、これ行くしかないでしょ、これレッドアスピリッツ1枚だから、これ一応スピリッツセットして、で、スキラーズとラスギャン、で、ミラージュとスピリッツ送る。さあ、100同士の対決だ。666666666666 2ってなんだよ、ふざけんなよ、マジで。セクダ入れ替えただけやんけ。カットして、で、一応これ、コクルセットして、で、これ、タイムですね。ふざけんなよ、マジで。あ、で、でも結局これあれなんだよな。で、まあ一応これで、で、スピリッツをするしかないんだよな。で、結局あれでしょ、デザツイでこのなんかセットが破壊されるでしょ。で、それをカンパはできないから。ただ、まあ一応まあ攻撃力的にはまあ100余っているが。デザツイ。はい。で、1枚捨てて、で、それを破壊される。で、これ、アタックは突破できないけど、あー、これ絶対荒野でしょ。これ、ちょっと、あ、きついわ、もう、マジで。さすがにですね、これね、これはね、勝負に負けたんじゃない。これ勝負に負けたんじゃない、これギャンブルに負けたんだ、俺は。これはね、勝負に負けたんじゃない、ギャンブルに負けた。完全に。ドロー。で、スタンピングダッシュ。意味ない。で、ちょっとセットしていく。いやー、これで、ね、6出してね、なんかカンパめっちゃ引くとかね、そういう展開があればね、まだね、よかったんですけど。
いや辛いですねこれは。本当に強いな、ピザツで。マジで。はい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 。で、そこは出立してこないんで、そして。はい、ありがとうございました。